鹿児島偉人カルタ。今回は豊久パート2です。初です、初のパート2。はい、私今日お友達を呼んでおりますので。でしたでした。パート2はお友達にお話ししてもらいたいなと思います。ドンドンってした人、ドドンとドドンと、はい、した人ですね。呼んでいただけますでしょうか。ドンってどんどん、どうもおやっとされてごわす。まあ、やっとされてごわす。 T シャツと同じ二丁っけって書いてあるのね。二丁二丁。はい。いや、かなちゃんもほら、気を使って、はい、竹の T シャツをね、街で着るのは恥ずかしいって言われてたんですけど、ぜひ街で着ていただきたいなと。はい。そうです。タケドン。はい、タケドンと申します。あのもう本当にファンの方も多いと思うんですが、ここで今一度、はい、自己紹介をお願いします。はい、カプリをご覧の皆様、こんにちは。あの私一木串木野市総合観光案内所の竹原祐希こと、違う、竹ドンこと竹原祐希と申します。もう最近人格がこうどっちの人格なのかがわからなくなるくらい。あの、竹どんと、あの、気軽に呼んでいただければありがたいです。そんな、一木串木野市総合観光案内所の竹どんが、島津豊久情報を紹介します。串木野ふもとというところに、串木野城という山城があって、そこで豊久が生まれたらしいというふうに言われております。うん、というのが、豊久のお父さん、島津家久ですね。これが1570年に、串木野城の城に入ってくるんですね。でその年に豊久が生まれているということで、まあ、あの辺りで生まれたんじゃないかなというふうに今は言われております。ドリフターズとかゲームなんかでも今主人公でものすごくこう活躍してたりするので、聖地巡礼ということで、あのファンの女性の方々がですね、これ生まれたお城みたいということで訪ねていらっしゃるんですよ。それも全国からですよ。島津豊久があの1570年生まれということで、実は昨年が生誕450周年だったんですよ。え、そうなんですか。メモリアルイヤー。あ、ごめんなさい。いやいやいや、存じ上げずに、はい、で我々その、2年ぐらい前からですね、やっぱりそのメモリアルイヤーに向けて、あと豊久を PR したいというのと、豊久がやっぱり生まれ育った場所が実は一木串木野にあるんだよっていうのを PR したいということで、街歩きのイベント等で開催していたんですが、そのイベントにも東京から参加してくださったりとか、関東圏から、一番遠くかな、北海道からご参加していただいて、やっぱそれだけ人気なんだなっていうのは、はい、豊久というその人物のファンってことですよ ね、はい、すみません、ちょっと汗拭いていいですか。私そんなに圧かけてないですよね。あ、大丈夫です、大丈夫です。圧姫ではないですね。圧ですね。今も行こうと思えば行けるんですか。そうですね、その山城の中、あの黒輪と呼ばれる遺構が残っていまして、うん、ただこれが私有地だったんですよ。で私有地でなかなかこうあの許可なく入れないっていうのを、うん、ちょっとあの行政の方とで我々観光案内所と、あと地元の方々とちょっと整備をしまして、はい、間もなくですね、もう一般の方もその実際の山城の遺構が残る場所にあの足を、はい、踏み入れることができるという、はい、あ、もちろん写真撮ったりとか、そうです、そうです、もできる、はい、急に切り立った、ま、崖というかそういう場所に細いこう道が通っていて、切り通しっていうんですけれども、うん、その遺構がそのまま残ってますので、まあ、ひょっとしたらその豊久が幼少期に歩いたかもしれない道をですね、踏みしめていただきながら、うん、串木野城、そして豊久に対してこう思いを馳せていただければいいなと思います。キラッキラだけど喋ってますよ。串木野城、そして串木野麓というのが日本遺産として認定されて2年前ですね、はい、で日本遺産っていうのが薩摩の武士が生きた町ということで、あの独特のその麓という文化があの残っているということで、でその、まあ、周辺に、まあ、豊久の頃と時代は違うんですけど、まあ、西郷さんも立ち寄っていたりとか、はい、ということでやっぱり面々とこうつながる歴史というのをまた後世に伝えていきたいなというところで、活動しております。薩摩の歴史を語る竹どんなんですね、はい、あ、そうですね、はい、どんどんってこうねもういいかな。いやいや、もうお腹いっぱいじゃないですよ。まだまだ聞きで、まだまだ
だけどから見てもと豊久ってすごく魅力的ですか、はい、そうですね、やっぱりその美男子というのもなんですが、やはりその義弘が関ヶ原から戻れなかったらまた薩摩の歴史は変わっていたかもしれないわけですよ。でそれは やはりその豊久はじめ家臣の人間は全部感じていて、なのでやはり殿だけはなんとか薩摩に帰ってくださいというところで、この間かなちゃん先生お話になったと思うんですが、捨てがまりというような命がけの作戦で身を挺して、で義弘がそのままやっぱり薩摩に帰ったことで、その後ね歴史もずっとこうつながって、ね、明治維新につながるわけですよ。そして今があるわけですね。そうなんです。なのでやっぱりそのやっぱりそこで散った豊久ですが、やはり薩摩の人間やっぱ豊久というのにもやっぱり愛情を感じてますし、でそれだけやっぱり功績っていうのは称えてるので、お墓があったり、またその生誕地である伏木の城の人たちもやっぱ大事にしようということで後世に語り継いでるのかなと思います。ただやはりまだね、豊久に対しての その知名度というのがまだちょっと低いんですよ。若い方々はそのドリフターズだったり、あとはそのゲームであったりということで、だいぶ知名度上がっているんですが、まずは地元の方々に豊久について知ってもらって、でそれをまた地元の人たちが愛情を持って伝えていくことで、またより豊久のイケメン度もね合わせて上がっていくのかなと思います。はい、そこには武道必要ですね。はい、イケメンではないんですが、いやいやいや、言ってないです。もう一回やったら絶対忘れないです。いや一菊宿野市総合観光案内所に私おりますので、はい、もし何でも資料とかもございますから、ぜひお声掛けいただければと思います。例えばその山城の跡とかも、ちょっと歩きたいんですけどって、はい、もうお気軽に、はい、してもらえます。はい、私が時間空いてればですね、はい、こんな感じでものすごく汗だくでいろいろ語りますので、まあ、お子様でも入っていけるような、まあ、小高い丘のような感じですので、まあ、動きやすい服装と、あとまあ危なくないようにちゃんと靴を履いていただいて、長ズボンとか長袖とかそういうのを着用していただければ、山ですもんね。そうですね、はい、暑くても長袖の方が、そうですね、あと汗を拭くこうタオルとかハンカチとかね、水分補給とね、カラッカラなはずです、カラッカラですもん今。結婚さっきから水分で大丈夫ですか。今日は暑いですね。いや私は普通、そうですか。いや、おかしいな、着ぐるみを着てるからでしょうかね。はい、そうなんだ、着ぐるみ脱いだら違う。そう、なんかちっちゃい、実は中身かなちゃんの先生かもしれませんよこれ。そうなんですか。御城院と我々は城郭府と呼んでるんですけれども、はい、はい、それになります。で通称亀ヶ城と呼ばれてますので、ちょっとこう亀のシルエットですね。そうなんだ、はい。でやはり色もですね、豊久はこちらのですね、長吉のお寺、先ほど言った、天正寺、はい、うん、天正寺跡のお墓の近くにも植えてあるんです。椿のねお花がね、うん、植えられてるということで、その椿のイメージでちょっと朱色の色にですね、伏木の城というふうに、ちゃんと一つ一つ意味合いがあって、そうですね、はい。で字はなんと僕が書きました。それが一番びっくりした。ちょっと一気に価値が下がってしまったかもしれないんですけれども、一菊宿野市総合観光案内所で、はい、はい、実はねこれ販売しておりまして1枚300円なんですが、その販売した収益でまたお城の整備に使っていこうということで。言い足りないことはないですか。大丈夫です。もうだいぶ喉もカラカラになってきたので、そろそろもう皆さんももうここらでよかろうかいと。思われてると伏木の麓は西郷さんゆかりの場所もありますので、はい、はい、ぜひそちらもねご覧いただければと思います。ちょっと時代は違うけれど、そうです、そうです、薩摩の歴史を語るいろんなポイントが詰まってるんですね、はい、それも説明してもらえる、もちろん、どんどんすごい、どんどんすごい、もう竹どんですらなくなってますけどね、どん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 でも何でも読んでどんどんと読んでいただければ、はい、捨てがまり、義弘を救った美青年。よか声じゃーん。ありがとう申し上げます。ここらでよかろかい。お後がよろしいようで、はい、ありがとうございました。ありがとう申し上げました。どんどーん。